皆さん、こんにちは。とりとりチャンネルの、とりのすけです。早速、前回の続きからプレイを進めていこうと思うよ。現在は、1536年、5月。中国地方では雨後、四国では一条と共に戦を続けながら、約2年間侵入してきた細川家に対し、手切れを仕掛けるタイミングを伺っている、という場面。いつも通り、まずは制約フェーズを済ませるよ。感情を配布した後は、神前の状況をチェック。六角や北畑、朝倉、今川あたりは、心象が、上限か、上限近くまで改善されていた。現在借りている援軍の返還期限が、今月末で訪れるため、来月、6月頭に援軍第2陣を借り上げ、10日から半月程度経ったタイミングで、細川と手切れし、即座に攻め込むという計画を立てている。包囲網が敷かれるとすれば8月末なので、手切れから2ヶ月以内に、先ほどの勢力と同盟を結ばねばならない。というわけで、元光の居城を、東側に固定しようと思ったんだけど、高屋城から出陣中の状態だったので、特に何もせずとも大丈夫だった。続いて、久保川城下で待機していた山名軍は入城させ、細川援軍は、一条領西端の宿毛城近くまで、さらに前進させる。あそこまで行けば、1ヶ月やそこらでは帰ってこれないだろう。来月借り上げる予定の白地城や、その奥の天霧城、伊沢城などは、陸路で目指せばいいわけだが、桑野城の場合は、むしろ回路の方が早いんじゃないか。そんなわけで、今のうちに、手切れ後に桑野城を落とすための100人部隊を、紀伊水道にて待機させておくことにする。領土が広がった割には、武将数に余裕がないので、高屋城からわざわざ引っ張ってくるよ。ちなみに、陸路で狙う城に関しては、来月用意する感じで、十分間に合うと思う。そして、最後に、対雨後戦線において、沖縄山城での城下決戦を狙った仕込み。このままでは打って出てこないようだったので、6部隊のうちに部隊を騎乗させ、兵数を少し減らしてみることにした。これで、2500名弱の軍となり、決戦に応じてくれるはず。で、試してみたものの、まだ出てくる様子がない。進行フェーズで時間を少し進めてみて、再度確認したんだけど、やっぱり、雨後軍に打って出る様子はない。一応、畠山さんの100人部隊も念のため解散させてみたけど、特に予測に変化はなかった。どうしようかな。これまでの経験上、一旦こういう風にドツボにはまってから、何かしらの工夫をしたおかげで、決戦ができるようになったという、試しがない。かといって、以前長祖壁の高層城を攻めた時のように、軍を解散させて、新たな軍を送るというのも、地理的な問題があって、時間がかかりすぎる。今回はもうしょうがないな。このまま囲んで、兵糧攻めで落とそう。で、時間を進めると、一条家の中村御所が陥落。一条家攻略の方は、スムースにことが運んでいるな。それでは、河野森軍は宿毛城に進軍させる。多少兵数が回復しているけど、あの程度であればすぐ落とせるだろう。そして、時間を進めると同時に、元光軍が沖縄山城に到着。意外にも、強行で落とせる予測になってる。けどまあ、ここは包囲でいいです。敵城主が、守城心得とか守り神とか持ってると、被害が大きくなりすぎて、落とせなくなる可能性もあるからね。しばらく穏やかに時間が経過した後、河野森軍が、一条家最後の城、宿毛城に到着。強行22日で落ちるらしい。一応、モグラ攻めもできるっぽいんだけど、クルは一つ飛び越すくらいでは、あんまり意味ないかなと思って、そのまま攻め始めておいた。ま、どうせ来月には落ちるわけだし、特に急ぐ場面でもなかろう。それではまた、時間を進めるよ。雨ごと毛利が講和したと思ったら、その直後、津山城から軍が出てきた。こりゃちょっとまずいな、と思ったら、さらに対明の国衆将兵。からの解散。なんだよ、救援に来るんじゃなかったのかよ。まあもしかしたら、救援が間に合わないと思ったのかもな。一応、雨後に侵入しているとはいえ、三村領を突っ切らないと、沖縄山にはたどり着けないからな。さてさて、先月末で、細川からの援軍を返却したので、援軍第二陣を、新たに借り受けようと思うよ。いよいよ細川に吠え面を欠かせる時が来たな。で、確認してみると、半年前は戦力10個分化してくれていたのに、今回は戦力9個分に減らされていた。なんだよ、ケチだなぁ。まあでも、借りられないものはしょうがないから、本来は借り上げる予定だった市議さんを除いて、
四国の白地城と、機内の城三つを借り受けよう。これだけ貸してもらえて、対価はたったの金銭2300。神獣というコマンドが、いかにチートなのかがよくわかる。まあ、そのコマンドの乗用者である、自分が言うのもなんなんだけどね。さて、それでは、たった今借り上げた四つの城から、武将を追い出していくよ。白地城の武将は、四国西部に送り出し、同時に、白地城の近くの寺領内に、100人部隊を一つ待機させておく。さらに、機内でも、飯盛山、有岡、岸和田の三城から、細川家の武将たちを、北に向けて移動させ、それらからになった城の隣接軍にそれぞれ、100人部隊を待機させておく。本当は、四国でも2部隊は用意したかったんだけど、近くに全然武将がいなかったんだよね。武将の頭数が足りていない弊害が、こんなところでも出てきている。まあ、それでも、とりあえずは仕込みが完了した。そして、改めて視点を引いてみると、一条家の宿毛城への救援軍が、いつの間にか出現していることに気づいた。制約フェーズ中でも、こんな風に軍が出てくることあるんだな。とはいえ、この救援軍は、4部隊のうち2部隊が、西園寺からの援軍なので、西園寺に宣戦布告すれば、それらの部隊は帰ってくれるんじゃないかな。というわけで、攻め込むルートはないんだけど、とりあえず西園寺に宣戦布告。六角や北畑も味方してくれて、地味に発する舞がもらえた。今月は、細川と手切れをするから、周辺勢力の心象が、ガクンと下がるはず。問題は、その下がり幅。現在は、心象が上限の110まで上がっているので、下がり幅が30以下であれば、すぐに同盟を結べるわけだけど、果たして、どうなることやら。それでは、時間を進めるよ。待機せよ。お、救援軍は解散したな。これは、沖縄山城での城外決戦。包囲にしていると、城兵が撃って出てくることがあるのよね。今回は、勝ち確で勝利。たまに、囲んでいた時の城兵以上の数で、撃って出てくることがあるから、城を囲む前の、そもそもの敵城兵の数が多い場合には、城外決戦を防ぐため、途中で攻撃に切り替えた方がいいみたい。今回は幸い、城兵の数がそもそも少なかったので、事なきを得た。とりあえずこれで、一条家の宿毛城さえ落ちれば、当分は細川家に集中できそうな感じだな。手切れしたら、まずは市議三条の制圧から始めるつもりだよ。そして、再度時間を進めると、宿毛城が陥落し、一条家が滅亡した。よしよし、これで土佐の制圧が完了して、拠点数も増えたことで、今後の四国攻略が、格段にやりやすくなったはず。さて、今が多分、6月の8日か9日くらいかな。機内の細川家の城周辺を見てみて、細川家の援軍部隊の位置を確かめる。少し時間を進めて、すべての部隊が、細川領を出て、武田領内に入ったことを確認した。多分だけど、この方が騎乗までにより長く時間がかかるんじゃないかな。それでは、準備が整っているようなので、いよいよ細川家と手切れることにするよ。ほぼ丸2年間、世話になったな。アディオス。なんとも軽い感じで、細川との手切れが成立した。続いて、外交関係の確認。まずは心象が下がらなかった今川家に対して、婚姻同盟をお願いする。なんとなくだけど、長生きする方に結婚させた方がいい気がする。そして、お相手は、普通なら娘の瑞慶院をめとるところを、当然のごとく、未亡人受刑にを選択。婚姻を結んだというより、優秀な武将を引き抜けたという感覚だよ。一方、心象が下がってしまった二勢力、北畠と六角に関しては、まずは援軍要請で、心象のブーストを狙う。ただ、どちらも持ち城の数が少ないから、城は一個しか借りられないし、対価もべらぼうなんだよね。北畠の場合、松ヶ島城を借りると、対価として兵糧7300を要求される。これは、うちが所有している兵糧の、ほぼ半分に近い。足元を見ているのか、えげつない要求をしてくるものだよ。さて、もう一つの勢力、六角家に関しては、日野城だけ少し小さめで、戦力8個分。観音寺と伊賀上野は、マックスの戦力10個分で、そちらを借りると、北畠の時と同じく、兵糧7300を要求される。所属武将の質という観点で見るなら、観音寺城の方が良さそうなんだけど、内袖は触れないからな。ここはおとなしく、安い日野城を借りておこう。さらに続けて、北畠からも、武将が2人所属している、松ヶ島城を借り受ける。対価はお高いけれど、背に腹は変えられない。
ところが、新章を見てみると、二勢力とも60のままで、ブーストされていない。幸い、北畑は従属させられたけど、六角にはアプローチできず。これ、後から考えてみると、今回の場合、六角も北畑も、援軍依頼前から、自陣営側に参戦してくれてたからな。すでにある種、ブーストはかかった状態だった、ってことだな。まあ、当ては外れたわけだけど、とりあえず、気を取り直して、細川家に宣戦布告しよう。今回は手切れからの奇襲なので、騙し討ちではない。そして、ありがたいことに、六角も北畑もうちの味方になってくれた。それでは早速、用意していた軍を動かすよ。まずは、すでに持ち場で待機させていた、100人部隊5つを、それぞれが担当する城に向かわせ、さらに、四国でやはりもう1部隊欲しいということで、ちょっと遠いけど、久保川城から100人部隊を天霧城に向けて出撃させ、最後に、市議三城についても、攻め口の数が3つであることを確認してから、東一城と筒井城の兵を集めて、3部隊、3000名の軍を編成して、それを城に向かわせておいた。到着は、6日後になる予定だよ。それでは、いよいよ準備が整ったので、細川家を沈めに行くよ。まずは、飯盛山城と有岡城が、ほぼ同時に陥落。城を陥落させた100人部隊は、そのまま入城させておくよ。次に落ちるのは岸和田城だろうけど、少し心配なのは、白地城。ちゃんと間に合うかな。岸和田城が陥落。これで、細川から奪った城は3つ目。まだまだもらっていくよ。アマゴでまた旧山中新が連れて、続いては市議三条の攻城戦。敵将は2人しかいなかったので、そもそも攻め口の数に足りていない。強行で残り半月程度だったよ。とりあえずこれで、機内の細川の拠点はほぼ手中に収めた。あとは、四国の攻略が、無事に進むことを祈るばかり。ではまた時間を進めるよ。よしよしよし、白地城が陥落。さらに軍を進めていくよ。そして、白地城を落とした高祖壁軍を、天霧城に。後続の山名軍を、伊沢城にそれぞれ向かわせることにした。それでは、6月残りの時間を進めていくよ。結局、そのまま月末になり、月が変わって7月に突入した。今月も引き続き、細川家の攻略を進めていくわけだけど、とりあえずまずは、内政を済ませるよ。心中をやめて独立したせいか、家臣たちの忠誠度が、高くなってる気がする。で、感情の配布に続いては、外交関係の確認。六角家の心象が、なぜか80に改善していたので、同盟を依頼し、同じく、朝倉家に対しても同盟依頼。先月、進行フェーズ中に朝倉家に同盟依頼しなかったのは、単なる見落としだよ。それでは、ここからの政略フェーズは早送りでお見せするよ。工作では、天子、浅井に、三村、細川を加えた、4勢力に対して密使を送り込み、新しく獲得した、特に前線に近い城においては、歩兵の調整を、マニュアルで行っておいた。委任にしていると、歩兵の数値変化が見えづらいので、一体、どれくらいの兵数を目標に歩兵しているのかわからなくて、なんか不安になっちゃうんだよね。少々面倒なんだけど、タイミング的にも、来月末には包囲網が敷かれるはずだから、念のためきっちりやっておいたよ。そして最後は、津山城攻略軍の編成。攻め口の数は忘れちゃったけど、4部隊いれば大丈夫だろうということで、4部隊4600名の軍を編成したよ。それでは時間を進めるよ。まず最初は、毛利家の大名、はかりごと大き若き。続いて、阿波の桑の城が陥落。よしよし、間に合ってくれたな。それでは引き続き、この雪松政盛軍には、小髄城を狙ってもらう。今のところ、目標としている城はどれもまだ空の状態。そしてこの時、洲本城も空になっていることに気づいた。一部の武将は、所在が期間中ではなく移動中になってたから、間もなく到着してしまうかもしれないけど、まあ一応、ダメ元で100人部隊を出しておくよ。岸和田城を落としてくれた、久門重忠さんに、もう一働きしてもらう。移動に20日間近くかかるから、無駄足になるかもだけど、チャレンジだけはしてみよう。そしてここで、今川家との婚姻同盟が成立。続いて、天霧城が陥落。よしよし、狙い通り狙い通り。ただ、伊沢と小髄はまだ空のままだったけど、
洲本城には武将が一人入ってしまったので、空き巣ができなくなってしまった。仕方ないので、愚問隊は解散させるよ。そして、さらに時間を進めると、市議三条が陥落。これで完全に、細川の勢力を機内から追い払うことに成功した。そしてここで、津山城から雨子迎撃軍が出撃しているのに気づいた。城の手前で迎撃する構えっぽいから、別動隊を用意して、城下に戻してやろう。矢橋城から800名の秋軍を出陣させ、主軍とは別のルートで、津山城に向かわせておいた。それではまた、時間を進めるよ。よしよし、戻り始めたぞ。敵軍は3日で城下に戻るっぽいけど、このまま進んで大丈夫かな？まあまあ、敵領内への移動だし、大丈夫だろう、と思っていたら、小水城は陥落したんだけど、なんか、ぶつかっちゃうような気がしてきた。遅ればせながら、その場でステイさせようとしたんだけど、すでに敵領内に入ってたっぽい。ボンミスを犯してしまった。とりあえず、気を取り直して、細川家の伊沢城を狙おう。西から向かっている山名軍は、到着まであと10日。一方、雪松軍も、10日で伊沢城に着くっぽい。一応、わずかでも早く着くかもしれないから、向かわせておくよ。そして、津山城の方は、やっぱぶつかるっぽいな。勝ち格が出たとはいえ、あんまり嬉しくない勝利だよ。とはいえ、もはやどうしようもないので、とりあえず別動隊は騎乗させ、衣笠軍にはそのまま進ませるよ。ここで、朝倉、六角との同盟が成立。そして、衣笠軍の進軍先を、間違えていることに気づく。やっぱ焦ってあたふたしちゃうと、ミスが連鎖するな。よっしゃー。伊沢城が陥落したぞ。これで、細川から借り受けた契約つの城と、軍を使って城攻めで落とした、市議三条と合わせて、全部で9つの城を、2ヶ月も経たない間に細川家から奪ったことになる。卑怯作戦ほどのインパクトはないけど、この、手切れからの不意打ち作戦も、なかなか芳しい成果を残せているな。細川家は、城11個を有する大勢力という立場から、城を2個しか持たない、弱小勢力へと転落した。一方の若狭武だけは、神獣の首輝から脱し、東側のいくつかの勢力とも同盟を結び、確固たる地盤を築き上げた。これで、包囲網対策もバッチリだな。さて、それでは、今回の動画は、この辺で終わろうと思うよ。ちょいちょいミスはあったものの、細川家の不意打ちを成功させ、独立勢力として広大な半島を手に入れた、若狭武だけ。プレイ時間も2時間半に迫り、目標である5時間以内の総武事例を達成するには、そろそろ折り返し地点に立っていなければならない状況。果たして、今後見込まれる包囲網を退け、5時間以内にクリアできるのでしょうか。今後の展開を、お楽しみに。それでは、次回もよろしくお願いします。鳥の助でしたー。